い、こんにちは。庄島良志浜湯です。1ヶ月ぶりの撮影です。で、2年前にね、こちらのキスを釣って天ぷらする動画を上げたんですけど、今日はね、キスを釣って天丼作っていきたいと思います。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。はい、じゃあ今日は船でやっていきます。はい、じゃあエンジンをかけて、それじゃあ出航していきます。久しぶりや。はい、それではこちらのポイントで釣りをしていきたいと思います。はい、じゃあ準備していきましょう。はい、じゃあ僕の釣り道具をパカリと開けて、で、今回はこちら黒船キス外して、これを缶とつけて、で、竿の方とつけます。はい、そしたらみんな大好き餌の登場、ゴカイです。針を通して、で、これで OK。 2つつけたら丘の方へピョッと投げて、ほんで、あとはめっちゃゆっくり、めっちゃゆっくり、めっちゃゆっくり巻いていきます。さあ、果たして狙いのキスは釣れるのか。まあ、キスとベラと両方釣れてもいいですね。釣れんなあ。食わない。いや、なんでか全然今年食わんので、ちょっと明日また場所変えて再トライしたいと思います。というわけで今日は帰りましょう。というわけで明日へぴょーん。なんかライジャケ外したぐらいで嫌な予感したわ。はい、というわけで翌日になりました。おはようございます。おはようございます。じゃあ松岡さん、はい、早速、はい、今日は松岡さんと一緒に釣りをしていきますので OK です。行きましょう。行きましょう。じゃあ行きますね。よいしょ。じゃあ僕大きい向いて掘ります。あんまり大きいからそっちかかりますよ。え釣れない。置いとく作戦。これはもう。はい、というわけで30分ほど釣りしましたが、はい、釣れましたか。ね。ね。というわけで後日また挑戦したいと思います。はい。それじゃあ明日へ。じゃん。昨日海飛び込んだから、もう今日はいいか。あ、もう。今日も飛び込んどる。今日朝一。はい、というわけで3日目の朝となりましたね、はい、松岡さん。今日こそはですね、今朝の5時なんですけれども、はい、美味しい天丼なんとか作るために、はい、結局網を仕掛けました。釣りで釣れんから、まあまあまあ、多分網も知れてますけれども、はい、ちょっと食っていきましょう。はい、行きましょう。じゃあ、お、もう見えてます。どこ見える？お、頭ですね。頭に。出しとく？またメバル。うわ、これもう幸先やばいですね。あ、お、来た、やった。なんとか一匹、こちらいいキス一匹来ました。まあ、とりあえずキス天丼、まあ一匹でも作れるから。うん、そうそうそう。まあ、でもまだ来るでしょう。まあ、このスピードで一匹来たらもう5匹ぐらいは網終わるまでには来るんじゃないかと思いますけれども、いや、それにしてもいないですね。おらんな。あ、最悪や。ああ、終わっちゃった。はい、というわけで当初の撮影から1ヶ月半経ちました。6月末から撮影し始めて今8月の半ばです。はい、盆ですね。盆ですね。はい。でもキスは取れないので企画変更して、はい、網で取れたものを天丼にしちゃう企画に変更します。はい、わかりました。じゃあやっていきましょう。はい、行きましょう。でやっていきます。今日はカメラマンの太田くんがいないんで、僕が撮影です。
さあ網がかかってきました。果たして魚はかかっているのか。はい、ちょっとエンジン音がうるさいんで手繰りに変更です。お、ヒロメが来たよ。お、ヒロメだ。おおおお、はい、小さいな、ちょっと。ちなみにこの時期はですね、めちゃくちゃ魚少ないです。夏のこの時期縦網やっても正直商売になりません。マナガツオがせいぜい僕らで今取れていいとこですね。アナゴカゴとかって言ってる間も全然来ません。松岡さんの方は最近お魚どうですか？僕も一緒です。マナガツオしか行ってません。取れてますか？あんまりかんばしくないね。かんばしくないですか。行かないね。一向に上がってくる気配がありません。できました、この子。はい、で、アコの子は放流です。はい、で、次はオニオコゼが来ました。かわいい。いや、でもこのままだったら企画倒れですね。え、なんか重たい。え、お、なんだ。おお、でっか。めちゃでかヒラメ。ほら、おお、上がりぽいね。上がりか。まあでも今日天丼なんで大丈夫です。ちなみに僕今日見たの2回目です、このヒラメ。もうボツだと思ってブイブイ食ってたらヒラメが来たので、1回戻して今食ってます。なんとか撮影できそうです。やった。子供も来ましたよ。あ、お子さんヒラメ生きてるかな。上がりだね。これはおかず。いや、よかったよかった。で、またヒラメ来ました。今度は息ですね。またはな、水分取ってくださいね。はい、梅雨だくですよ。梅雨だく。天丼梅雨だくで。はい、ちょっとカメラを離してる間にまたデカオコゼ来ました。はい、で、メイタガレイですね。ちっちゃい放流です。あ、あ、カメラ止めた瞬間にキスが来た。あんだけ取れなかったキス、ここでお見見えです。はい、じゃあ松岡さんが墜落で、このままじゃ天丼が塩辛くなってしまうので、交代して僕が食っていきます。陶器いけてなかったから筋トレがてらだ。よいしょ。あの旗そうですか？はい、そうです。あれで終わりです。もう少しですね。あ、終わりや。あ、終わった。あ、終わっちゃいました。終わりました。じゃあ松岡さん外していきます。はいはい、じゃあ早速天丼作りを始めましょう、はい、やりましょう。じゃあまずちょっと取れたものを少しだけですけど見ていきましょう。悲しいぐらい少し。はい、取れたものがこちら、オニオコゼが2つとガシラが1つで、ヒラメが1匹なんですけど、これちょっと微妙なんで放流します。よいしょ。でっかくなって帰っておいで。で、今日は、こちらのヒラメと、オニオコゼを1匹使って天丼します。あ、忘れてました。キスもいました。キスも入れましょう。じゃあオニオコゼは次にします。オニオコゼはちょっと貯めて居酒屋の方に出します。よし、じゃあレッツクッキングスタート。じゃあ僕ヒラメ行くんで松岡さんキスお願いします。はい、じゃあヒラメやっていきます。で、ちょっと鱗取って、手切らないで。了解です。で、全部多いんで半身でまずここ切れ込み入れて、びっくりするぐらい包丁が切れない。まあお船の包丁なんで、はい、で、縦にやっと入れて、ここも切れ込み。よいしょ。ちょっと頭落とします。で、歯落ちない時はこういうトンカチで。よし。で、裏側も一緒に落とします。よし。はい、これで頭が落ちました。で、ちょっとこれ上がりだったんで、頭の鮮度あんま良くないので、これはちょっと使わないでおきます。よいしょ。はい、じゃあ続きやっていきます。で、ちょっとまな板ちっこいんで尻尾も落としましょう。万能スカッパー開け。スカッパー開け万能です。使
カッパーっていうあの船の蓋のことですね。ああ、まな板まで行っちゃった万能すぎる、叩きすぎる。OK。 ちょっとヒラメがつるんこつるんこ滑るんで、こちらの綺麗なタオル、これを敷きたいと思います。よいしょ。で、下ろしていきます。シューッと。んで、最後にこうして、いいと。素晴らしいね。OK。 はい、身が取れました。よし。で、これは氷水につけておいておかずにします。親父にあげよう。で、ちょっと残ったとこリカバリーして、よいしょ。で、皮引きます。真ん中ぐらいから引こうかな、全部どうせ使えないし。真ん中から包丁入れて、で、この時に皮引き難しい人はこう皮まで行ったら、この後も皮をこう交互に引っ張ってあげる。そうするとね、結構皮引きできます。こうやってビーと、まあ、ちょっと身が残っちゃいましたけど皮引きができる。で、こうやって真ん中からやるとこっちがまた持ちやすいんで、皮がね引きやすくなるという、こういう裏技もあります。で、またこちらは収納です。よいしょ。で、これはちょっと海水につけておく、塩水処理ですね。よし。じゃあ松岡さん、チェンジで。じゃあお願いします。はい。いいキスですね。小さいけど。はい。じゃあ鱗。はい。キスはいいね、鱗。取りやすいですね。オッケー。はい。じゃあ洗います。はい。逃がしたら怒られない。オッケーです。はい。これどうするの、頭取るよ。うん、もうサマおろしでもいいし。で、内臓ですね。揺れる揺れる。みんなも一緒に船酔い楽しんでね。白子、白子でした。お、あ、本当だ、ちっちゃ。たまたま。よし、どうしようか。もうでもそれするんやったら腹開けしかできんや。ほんまや、終わってるもん。どうしようか。腹開きかサンマおろしですね。どうしようもないよな。どうしようもない。 OK。 OK。 で、返してこうですね。これがキスの腹開きです。切れようかな。包丁がまた全然切れんから。切れまで切れようね。え、よし。 OK。 いけたでしょう。いけました、なんとか。はい。で、お腹も空いちゃって、オッケー、できた。はい、オッケー。いいですか。はい、こんな感じで完璧です。ありがとうございます。オッケー。で、これも塩水処理。はい、じゃあ次の工程に移ります。よいしょ。窓コンロの火をつけて、で、鍋を火にかけて、で、油入れます。これ防風コンロで買ったのに全然防風しないんですよね。完全に風を受けてますよね。そうなんですよ。よし。で、処理が大変なので少量で。で、次に天ぷら粉作ります。急げ急げ、油がどんどん高くなる。やーっと。で、水。よし。ほんで、こねこね。で、ちょっと厚衣風味でいこう。ああー、松岡さん、やっちゃいました。地下天つゆ、天つゆ忘れたかも。やっちゃった、全然忘れた。グダグダだ。もう今居酒屋が忙しくてね、言い訳すると、それでグダグダでございます。久しぶりの撮影ですね、本当に。普通にやるので、これで、OK です。で、松岡さん、こちらを見てください。はい。水気をしっかり取ったヒラメでとキスです。はい。よし。で、ヒラメもちょっと大きめに、薄めに、よいしょ。4枚切って、5枚切って、全部切ります。OK。 OK。 じゃあ温度確かめて、 OK。 いいじゃない。はい、じゃあチェンジで。じゃあまずキスから。はい。おお。おお、ヒラメ、うまそう。もういいかな。
ます。めっちゃうまそう。うまそうですね。取れたてヒラメとキスの天ぷら。そう、松岡さんの初キスはいつですか。いつでしょうか。今の嫁です。お、超嘘やん。いや、いいんじゃないこれ。お、めっちゃうまそうですね。月も食っとる。月も食ってる。月も取れません。はい、OK です。天丼なんで、天丼なんで OK です。もういいですかね。お、あ、いいじゃないですか。あげます。はい、これがヒラメ。ヒラメで、これは浜湯さんセット。なるほど。あ、取れた、取れた、よかったよかった。ヒラメとあれですよね、レックス。はい、はい、あざーす。おいしそうに揚がってる。じゃあ残りもちょっとお願いします。はい、残りも揚がりました。はい、 OK です。 OK。 はい、じゃあ揚げ終わりました。で、油はちゃんと処理しないといけないんで、こういう新聞紙をね、突っ込んでおくと勝手に染み込みます。あんま熱いのには入れちゃダメです。もう冷めてます。で、いつものご飯なんですが、しっかりと炊いてきました。2合。ちなみにこの撮影で、4回2合炊いて、ようやくこの2合が日の目を見ます。で、米開けて、よし。で、米ついで。じゃあこれまずキス。キス、はい。真ん中行きましょうか。いいですね。で、ヒラメ。ヒラメ。おお、なんかもうこれだけで豪華。で、ヒラメ。ヒラメ、おお。どうする、もう一つぐらいいっちゃう。もういっぱいいっちゃって、全部いっちゃって。はい、ヒラメ。はい、はい、ヒラメ。はい、ほとんどヒラメ。そしてヒラメ。ヒラメ天丼ですね。で、最後にヒラメと。はいよ。はい、オッケー。はい、というわけで完成しました。こちら浜湯&松岡さんの取れたて海鮮天丼です。それじゃあ宴を始めようか。はい、じゃあ天丼味付けしないといけないんで、味付けします。いつもの拳がけ、塩味パッパーと。オッケー、天丼完成。はい、じゃあめちゃくちゃ揺れてますが、いただきます。いただきます。どうぞ先に。いいですか。はい、じゃあいただきます。はい、いただきます。だけど、どっから続こうかね。これちょっと半分に切ってご飯できますよ。はい、いただきます。うん、天ぷらうまいよ。塩味は、塩味ちょっとしてる。あ、ちょっとしてる、よかったよかった。でもやっぱ天つゆ欲しいね。いや、でも普通に美味しいです。よかったです。はい、どうぞ。衣もうまい。衣は既製品。衣は既製品。製品取れたての魚割れしないと。じゃあ僕、キスいただきます。はい、匂いがめちゃくちゃいい。うん、これぞ素材の味。そう、自然のものしか使ってない。天ぷらは気にしない。うまいよね。めっちゃうまい。うん、天ぷらだけで食いたいですね。別やろ。わ、うん、かるわかる。天ぷら自体は塩風味あってめちゃくちゃ美味しいけど、うん、ご飯とは合わないですね。やっぱそのつゆと辛みがね、うん、ご飯はね。あ、でもすごい美味しい。天ぷら美味しいよね。天ぷらめちゃくちゃうまい、うん、ふわふわ。やっぱキスの方がうまいですね。あ、そうですか。じゃあ僕ちょっとキス、うん、個人的に。でも寝かした熟成ヒラメだったら熟成ヒラメの方が美味しい。あ、この間1週間寝かした、うん、あのやつめちゃくちゃ、もうこんなもんじゃなかった。どうですか、うん、やっぱキスうまいね。うん、キスがやっぱ美味しい。わー、来年はキス天丼できたらいいけど、うん、天ぷら美味しい。美味しいですね。美味しいです。じゃあちょっと時間もないんで巻き足でいきますが、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、というわけで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。いや、壮絶な撮影でしたね。暑いですね。暑いですね。暑いね。まあとりあえず、はい、こんな感じで今日は終わりたいと思います。はい、またお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。マダラちゃん、よかったね。久しぶりのマダラさんだよ。マダラさんじゃないよ、松岡さんだよ。さあ、この家に天つゆをもらいに来たぞ。天つゆはどこだ。
おったおったおった、よし、空いてるのがある、空いてる、あったあった、これか、よいしょ、人がで、天つゆかけて食べさし、さっき俺らの食べさし、よいしょ、 OK、 おー、まだらちゃん、ちょっと、ちょっと、ちょっと、あらららら、まだらにもちょっとほじくってやろう、よいしょ、身の部分だな、では天つゆつけていただきます、うん、やっぱ間違いないですねどうぞどうぞ、 ありがとうございます、じゃあつけて、うん、全然違う、違う、いただきます、あ、やっぱおつゆ、うん、おいしい、美味しいです、うん、それじゃああとはゆるりといただきます、はい、改めまして本日もありがとうございました、ありがとうございました、シューネクストにバイバイ